Sicario is moving west, ladies and gents. Information coming out of country has been spotty, but... Well, let's just say there's a demand for people of our pedigree. The Federation's been eyeing a takeover of Cascadia's resources for years, as far as I remember. And it seems the Cascadians weren't going to take it lying down, based on what info has been leaked out. For those of you who don't know, Cascadia is a nation along North America's western seaboard, one of the largest on Earth, and one of the most prosperous due to its abundant natural resources and geothermal energy deposits. I've never been, but I hear it's beautiful. A country with limitless energy at its fingertips. I know some of us who were born out here in the periphery can't even imagine it, but I'm sure this hits closer to home for some of you. Moving along. There's a communications blackout both in and out of the country. And as far as the international news goes, nothing is going on except a few riots. Based on the mercenary networks, however, that is a complete lie. A full-blown conflict is proceeding. We've reached out and were given a rendezvous by a Cascadian group called the Independence Force, the main anti-Federation group recognized by the national government. I presume the Federation has the borders on lockdown to stop people like us from coming in. So stay on our toes. If we get found out by a patrol, we'll send one of our flights off to take care of them. Sicario is moving northwest towards a rendezvous point set by Cascadia's Independence Force. We don't expect any heavy resistance given our route of ingress. However, each of our fighter groups will be pulling shifts to preserve fuel and ammo. Hitman team, you will be responsible for the last leg of the journey, which will take us over into Cascadia proper. Be prepared to intercept border patrols. I know some of you might not be too enthused to be fighting the Federation, so I invite you to leave with what you have of your contract. You'd only slow us down. これ資源ウマーな紛争地帯に行って、独立軍が連邦領地入ったから助けてくれメンスってことだよね。助ける必要あるか？傭兵だから金もらえれば何でも引き受けちゃうマン。ねえこのでかいのなんだよ。国境ギリギリで追撃されるって言っているし、このでかいのも来るんじゃね？敵の航空機がガウトドップにしか見えねえわ。さて、今回は何乗っていこうかな。よし、ミグ21買うか。エリア88では反政府軍の主力としてよく出てきた戦闘機ですね。でか F15 まだ？こんなポンコツ戦闘機乗ってらん。ミグ21の軽機類って赤いんだね。やっぱり祖国のこと意識してんのかな？目に悪そう。買った戦闘機をディスるってどういう神経してんですかね。てかさ、今の子たちが戦闘機を連想するアニメって、ことぶき飛行隊とかマクロスデルタとかガーリー、エアフォースとかシグルドリーバとかストライクウィッチーズとか、すべてに女の子が出てくるのなんでなん。そりゃ萌え要素あればミリオタグヒーが買ってくれるだろ。は？エリア88の方が萌え要素多いじゃねえか。あれだけ殺伐しているアニメに萌え要素なくね。戦闘機の見せるアングルとかロールした時に髪の毛がタラーンってなったりスケベな見せ方多いじゃねえか。お前のスケベって認識が壊れてんな。てか左側に飛んでいるのが独立軍の航空機か。まだ敵の反応ないんだけどどこいんだろか。敵の無線は聞こえんだけどな。あ、普通に後ろから追いかけてきたわ。ブリーフィングでそう言ってなかったか。それや、国境の境界線で追撃云々言ってたな。酒飲んでたから覚えてねえや。いきなり敵は F15 か。いい加減その F15 よこしやまっすぐ突っ込んでくるなんていい度胸じゃねえか。キャノピーを粉々に突き飛ばしてやんぜ。直進してきたようで突っ込んだな。他の敵にロックオンされかけているみたいで警告出ちゃってるよ。警告無視してこのまま正面の F10 を倒しちゃうか。ミサイル撃たれても急旋回すれば避けれそうだしな。突っ込んできた2機目はそのまま後ろ取って倒すか。いやー、ミグ21も思ってたほど悪くない機体だな。よし、この距離ならミサイル当てやすいな。オケオケ、撃破したから他の敵狙っていくかの。ミグ21は前回使っていたファントムより少し速度が速いだけなんだけど、直線的な動きが速いから F10 を追いかけやすいから助かるわ。見てやがれー、小回りは効かなくともスピードが違うってことを教えてやらー。で、最後の敵はどこいるんだよ。近くにはいると思うんだけど。放っておいたらどこまでも遠くに行って軌道に化してくれないか。スピードが違うことを教えるんじゃなかったのか。オケオケ、F10 を撃破確認。とりあえず追撃してきた敵は電気落としたみたいだね。でもブリーフィングで見えたあの大型機いなくね。それや、それ探しに行くか。ちょっと探し回ってたら敵の戦闘機部隊見つけたわ。やはははは、流せー、流せー赤い血をドクドク流して、キャノピーを真っ赤に染めやがれ。逃がさねえぞ。いやーエリア88の OVA 久々に見たけどやっぱ楽しいよね。リメイクもされているしな。でもやっぱりゼルダがいいんだよね。リメイク版は CG で戦闘機はいい感じなんだけど、キャラがなんていうか、キモい。
キャラの絵に関してはセルガの時が良かったってのはあるな。てかなんでロックオンできねえの？え、なんか右奥の席をロックオンしとるんやが。あ、追いかけ回していた F15 ロックオンできるようになったわ。でもミサイル撃てないな。さっき撃ったミサイルがミスか当たってくれるまでは自弾のミサイル撃てないみたい。やっぱり旋回している敵に対してはミサイル当てにくいな。そんな時の機銃なんだけどな。マウスで照準合わせられないからほんま当てにくい。お、機銃当たったみたいだし、直進しそうだからミサイル撃つかの。オケオケ、じゃあ他の敵を狙っていくかの。そういえばプロジェクトイングマンって最もあるみたいで、有志の人が作ってくれた機体にも乗れたりするみたいよ。思ったより拡張性あるな。最も入れ方がワージュンデアより簡単らしいから今度入れてみようかな。そして上空をうわわわわ、撃墜した機体が突っ込んできて死んだかと思ったよ。ワージュンデアなら格納庫行きだったな。ずっとミサイルの警告アラート出てんだけど、どこの敵が狙ってんだろ。あ、やばい、ロックオンされかけてる。これだけ多くの敵がいると誰からロックオンされているかわかりにくいな。しかもコックピット視点で視野が狭いからなおさらわかりにくいのよね。危ねえ危ねえ、ミサイルは回避できたみたいだから反撃と行こうじゃねえか。敵は上空にいるようだな。てか思ったけど敵は F15 ばかりじゃね。おっと、降下した敵が近いからそっちから倒すかな。VR だと視点操作と機体操作が別々でできる利点がこれだな。頭向けるだけで敵の位置把握できるから本当楽なんだけど、どうも視聴者さんは VR 視点で用らしい。そもそも VR でゲームをやる環境自体あまりないからな。オケオケ、F15 撃破。1年前とかは正直手を出しづらいとか、画質悪いとかで買う気はしなかったけど、今はかなり画質もいいし、そこまでスペック必要でもないからありがたい。と言っても視聴者さんの大半がコンシューマーだと思うんやが、プレステ4とかもうつけ物石みたいなもんだしな。プレステ5はかなりやべえのとワージュンデアやるにはいいスペックみたいだしね。残りの F15 はどこにおるんじゃ？オケオケ、これで第2波の敵戦闘機部隊は倒したかな。でも大型機は依然として出てこないな。第2波の敵も F15 ばかりだったのでざっくりカットしたけど依然として大型機は来なかったです。 SK-27 って新型じゃね？連邦軍で SK-27、これ S-27 とかじゃね。確か F15 と同等の性能じゃなかったっけか。みんな大好き一先生見てきたけど S-27 の表記を SK-27 にしているんだとさ。はぁ、もうミサイルロックオンされてるんやが、こっちもロックオンできたから撃ったら即回避だわ。綺麗にかわされたな。こいつらさっきの雑魚の群れとは一味違うみたいだわ。あ、この F15 の群れだったら普通に正面からミサイル大好きホールドするしな。あ、焦りすぎてロックオンする前にミサイル撃っちゃった。ぬわーん、SK-27 早すぎー。降下しながらしっかり加速しているな。え、ミサイルロックオンされるの早すぎない？これ少しでも油断してまっすぐ飛んでたらこっちがコッパみじんにされるんじゃね。これ一番面倒なパターンやんけ。多分こいつらが中国的な存在なんじゃないか。あぁ、焦りすぎて指が通る。オラオラオラ、その距離でケツ取られた。あ、待ってください、私のケツをロックオンしないで。オケオケ、やっと1機倒せたわ。2機目は頭上にいるっぽいけど旋回間に合うかな。この距離で当てれるかな。あれ、思ったよりあっさり当たってね。次の敵も頭上にいるぞ。オラオラオラ、わざと釣られてやるからその汚ねえ面を見せやがれ。あのミサイル撃ってくるとは聞いてないから許してくれねんす。ミサイル一発当たったくさいな。さすがにMiG-21だ、なんともねえぜ。序盤でボロッカスに言っていたのは何だったのでしょうか。ほら、住めば都っていうじゃない。すごい良すぎんだろうが。あー、ちょこまか逃げおって、すんごいトリッキーな動きされるから追ってロックオンしても回避行動取られちゃうから撃つに撃てないんだよな。これ、機銃でビビらせてみるか。あ、ナチュラルに当たったんこ。上昇しようとしている今がチャンスじゃね。ウェイ、相手にするの面倒だったわ。もう次の目標見えたぞ。ほんまやん。しかも遠い。さて、これでロックオンできる距離まで来たけど相手の速度遅くね。あれが大型機なんじゃね。さすがにミサイル2発じゃ落ちないか。さて、どんな敵か拝んでおくか。見た目が E767 に似ているな。ってことは最後の敵は早期警戒管制機だったのか。なんか拍子抜けした感じだな。まあちゃちゃっと倒して帰還しちゃいましょう。あれ、さらに攻撃目標あるけど、さっきと同じパターンじゃね。え、あれちょっとデカすぎひん。言われてみればさっきの早期警戒管制機に比べたらデカいような気もするな。ちょっと待て、今めっちゃ機銃ばらまいてたんやが、とりあえずロックオンしたからミサイル撃って様子見るか。ついでに機銃もバリバリばらまいてんの。え、ちょ、さすがにデカすぎないか。やばいやばいやばい、ぶつかるから緊急回避だ。
ってか、今ミサイルロックオンされかけてなかったか。大型機にさらにミサイル搭載とかバケモンじゃねえか。うわっ、めっちゃクソでけえじゃねえか。ロックオンする位置が多数あるってことはこれなかなか倒せないやつだぞ。泣き言なんて言ってられねえから、ミサイルぶち込むだけよ。は？ SAM 搭載してんじゃねえか。よし、もう一撃加えればあいつも落ちるだろ。なにそれフラグ？こんな相手にフラグ立てたくないにゃが。おらっ、このミサイルで終わりだ。これで倒したら SK-27 の方が有能すぎたな。はぁ、さらに SAM 出てきたんだけど。だから言ったやん、長くなるって。お前がフラグ立てて面倒なことになっとるがやないかい。さーて、どれだけ長い戦いになるのやら。反転して再度攻撃するか。随時警告アラート出ているから注意だな。うわ、思ったより近。撃ったら緊急回避だわ。あの距離でミスかよ。それ私のセリフだわ。これ離れたら絶対あの SAM 狙ってくるだろ。ほら、ミサイル撃ってきたよ。やべえぞ、この状況回避できねえぞ。一発もらって相手にミサイル当てるしかねえわ。いてててて。さあ当たったかな。なんでミスするねん。やばいやばいやばい、またミサイルロックオンしてきやがった。回避して再度攻撃だわ。おらっ、いい加減当たりやがれ。あ、やべ、離れすぎたからまた。ヒーン、ミサイルで狙わないでくれねんす。ふう、回避できたから再度攻撃や。てか、あの SAM 機体の上についているんじゃね。じゃあこの位置からじゃ当てれねえじゃん。ミサイル避けて上取るか。あの、めっちゃ当たっているんですが。黙らっしゃい。てかミサイルよく耐えてるな。ソ連バイアスでカッチカチ戦闘機になっております。さあ、いい加減当たってくれ。よっしゃ、あとどこ狙えばええんじゃ。残りは機体本体を狙えば倒せそうだな。ほらー、これで止めじゃあ。よし、撃墜完了。ってことでステージ2はクリアできたけど、いきなり強敵多すぎひん？なんかステージ1とステージ2の難易度の差がありすぎなような気もするな。これは次の購入できる戦闘機に期待だな。ってことで今回はここまで。さよなら。